砂浜を駆け抜け一斉に海へ飛び込む子どもたち。みんな笑顔です。福山市内海町にあるシーパーク大浜では毎年この時期に海開きを行っていて、今日は地元の子どもたちおよそ50人が招かれました。日差しが照りつける中、子どもたちは泳いだり水をかけ合うなどして海を楽しんでいました。今日海に入ってみてどんな気持ち？楽しい。気持ちいい。アスレチックでゆっく遊びたい。シーパーク大浜では9月3日まで海水浴を楽しむことができるということで、今年はコロナ禍前のようなにぎわいになると見込んでいます。